番組はゴルフネット TV のおすすめの番組や最新のゴルフ情報をギュッとしてお届けします。ナビゲーターのつぼてぃことつぼえみさとです。コネティ、ゴルフしてる時にさ、よくさ、ファーっていうのはなんで？あ、合図ってこと？野球でもよくファーって言うから、多分一緒だ。ファールって言うんでファーじゃなかったあ、今日見ました。なんかちっちゃい時に戻って、なんか全然ゴルフじゃないことをしてましたなんかわかんないけど、なんかウィンタースポーツしてましたなんかカーリングやってみたいなとか思ってて調べてたんですよ。そしたらそれが夢に出てきたなぜかなゴシゴシしてた。え、相手次第相手次第ですそうですね、私は基本大きいクラブでちっちゃい振りをする人なんで、もうそれ一択だと思います。しっかり振ることは多分できないと思います。わかりませんまれ変わるとしたら男女どっちに生まれたい？年間一勝だけど他全部予選落ちと、全部の試合予選ギリギリ通過くらいの順位。極端極端松田玲と脇本花の究極の選択ぜひご覧で、言ったら、は？何ですか？とか言われるし違う。あとプロの試合にちょっと出た時に全く歯が立たなくて、あ、こんなグリーン硬いの、速いの、じゃあそこに対応するのにはどうしたらいいか。自分が大好きだったから、もうピンも当たり前にエッジからピンの距離が遠いアプローチなんかどうでもよかったんだよね。とにかく難易度の高いところに対して自分が攻略していく。頑張ります菊池高原って言って、私のお父さんのメンバーコースがあるんですけど、そこでお父さんと回ってて、で結構長めのミドルでセカンドを4番ウッドぐらいで打って1メートルぐらいについて入ったのが初バーディーです。でも一緒の意味ですね。フォア、あ、そういう意味があるんだ。すごい意味があるなんて勉強になりました。ゴルフネット TV ではさまざまなエンタメやレッスンが満載。登録月は無料で見ることができます。ぜひ見てみてください。またねー。